2024年6月のマネク証券ハッチの米国株マーケットセミナーをお届けします私はマネク証券のチーフ外国株コンサルタントの岡本平八郎ですこんばんもどうぞよろしくお願いします、えっと、チャット早速いただいておりまして最初にジガさん、えっと、今日もよろしくお願いしますはいこちらこそよろしくお願いしますトーニー・ビンさんはこんばんは今日今月も勉強させていただきますはいありがとうございます えっと大きく利の乗っている NVIDIA を売却し NVDU を売却金額の半分買うのは何か効果ありますかということで NVIDIA の話は後でしっかりしたいする予定なんですがとりあえず今この NVDU ですねえというティッカーシンボルが出てきたのでえっとたまたまこのスライド用意してたのでお見せしたいと思うんですが。 NBDU というのは、シングルストック ETF ということで、これアメリカではですね、結構、あの、前から、えー、上場してまして、えー、っとですね、ちょっと意外なんですよ。意外っていうのは、あの、こう日本って多分この番組を長く見ていらっしゃることは、 方は私があのよく言う話なんですけれどこう ETF って日本の場合、えー、金融庁に届け出を出さないとあの扱えないんですよ日本の証券会社がそういうことがありまして結構面倒くさいんですね手続きとかが。 でここがその個別銘柄のシングルストックの ETF を上場させたというのはあのトレンドとして多分こういう商品もです、ね、日本の投資家の皆さん買えるようになるんだろうなということで、えーまあ、あのちょっとサプライズというかいい話だなと思ってたんですけどもこれ n b d u ティッカーこれはです、ね、デレクションデイリーエヌビディアブルニバイ。 という etf になってまして、この画面あの出していただいてよろしいですかね？こちらがチャートになってまして、去年の10月からのチャートですね。要はですね。nvidia ブル2倍ということで、とても分かりやすく言うと nvidia がえー。 10%上がったら、この ETF は20%上がると。いわゆるレバレッジ型の ETF なんですね。で、これ、あのー、今まで、その、指数とかはあったんですけども、個別銘柄は初めてかなたしではない。あ、あった。あ、僕は知らなかっただけ。失礼しました。まあ、ただ、あのー、大きな流れで、あの、こういうエヌビディアであるとか、例えばアメリカだったらテスラなんかもあるんですけども、 えー、いずれ日本でもそういう商品が取り扱いされるようになるのかなと思いました。で、もう一つあって、NVDD っていうのがありまして、これはディレクションのデイリー・ NVIDIA ベア1倍 ETF ということで、NVIDIA が、の株価が下がると、こちらの ETF が上がるということになってまして、まあ、あの、はい、これを買った方がいいですかという話なんですが、えっ、ー、とですね、やっぱりこう、レバレージもの、特にこの2倍ものにつきましては、 マーケットががくて上がって上っいいるわけですよ、ね、昨日マーケットあの、n v i d i は10%上がりました、その時に、その日に20%基本的に上がるようなふうに設計されてますんで、あのー、上がってるときはいいんです、ところが逆に言ったとき、例えば夜10時半ですよね、今、今マーケットが来ます、そして11時ぐらいまで起きてて、この銘柄買いましたと、あマーケット上がってるときはいいわけですよ、ところがその,その晩、その晩じゃない、次の日の朝起きて、 五時に見たところ、マーケットが何らかの理由で下がって、あれ ?20% 上がってたのがマイナス20%になってしまったというようなこともあり得るわけです。なので、そういうリスク、リスクがあるっていうのはやっぱり皆さん夜中にトレードしてますから、レバレージ物を買うということは、あの、そういうリスクがあるということなので、そういうリスクが大丈夫だと。 まああの20%上がる、下がるって極端な話なんですが、ただ、NPD はそういうことが過去にありましたんで、大げさな話でもないんですけども、頻繁にはありませんと、そういうことをね、なので、自分のそういうリスクを取れるのであれば、そういうあのポジションを持つのもありではないかなと思います。 米国経済ウハウハでも枯れずにバイアンドホ h o l 継続できるよう今晩も勝つお願いしますとあ勝つはあの僕私は勝つまで入れられないですけどあの Buy and h o l 大切だと思いますはい Nvidia 時価総額で世界一位になりました資格あるのでしょうか後ほど話しますはい今晩もよろしくお願いしますワク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 はい嬉しいですねワクワクなっていただいていただくと嬉しいですねはいよろしくお願いします岡山の方ですねはい Nvidia の話します、えー、はいこんばんは よろししくお願いします短期で持つということですかね、ああのあこのあれですね、うんと、まあ、あのー、これも、これは、いつアップと言うなんですよ、僕次第っていうんじゃなくて、皆さんが投資家として自分の大切なお金を託すわけですよね、エルビディアが上がるという信念を持って、えー、例えば、うん、半年後は上がってるということであれば、今買っても安心してこう持ち続けることができるのかもしれないですけど。 あのまあ、これ後ほど説明します、詳しく。あのはい、ヘルビーダーの PR ー、どの程度まで許容されるものでしょうかと、うん、これもちょっと後ほどしますので、もしミスしたら、リマイン、利、は、確、い、のタイミングはいつ頃でしょうか、そうですよね年末まで付与しているでしょうか、うん、これもあの、はい、お話ししますので、ちょっとお待ちください。えー、っと私の話でちょっと 恐縮なんですけども、昨日あの久しぶりにですねお昼にあるウェンディーズのハンバーガーを食べたんですよ。今ダイエット中。 というただまあいろいろとあのー、まあ,あのちょっと食べてみたいな食欲がありましてですね、まあ、食べにはいいかなと許されるかなと思って自転車乗って買いに行ったんですけども、まあ、食べたのがですねお肉がダブルに加えてまあベーコンが入ったやつで非常にまああの食べがいがあったわけですよで,ですからこうメンタル的に非常に満足したんですけど、まあ、かなりカロリー取りすぎだったんですねコカ・コーラもしっかり飲みましたんで,でそういうハンバーガーを食べながらですね考えてたのが。 ウォーレンバフェットさんなんですよね。で、あの皆さん、こう、彼がマクドナルド大好きだと毎日食べてるって話はご存知かと思うんですけど、あの、本当いつも常に、本当常にですよ。私、こう疑問なんですよ。まあ、体質が違うからってのはよくわかるんですけど。 まあそれでもやっっっぱりちょとと不思思議だなと思ってますで彼はあのコカ・コーラもしっかり飲みますし株式株主総会でもしっかりとあのちゃんと飲んでいらっしゃいましたで93歳ですから本当に不思議なんですけどでこの話前回お話したかどうか覚えてないんですが今年5月にです、ね、オマハのバークシャー・ハザウェイの株主総会に行った時にこう彼がバベットさんが毎日行くと言われているマクドナルドのお店があるんですよ。これあのバットさんのお家から あのバーキシャーの本社の間にあるんですけどでそこにあの毎年行くようにしてるんですけどでそこでこうバベットさんあの「今日来た?」って聞くんですよお店の人に。そしたら今回おっしゃってたのがお店の人が「最近来てないんだよね」とおっしゃったんですよね。でさすがに93歳のおじいちゃんなんで。 毎日マック食べなくなったのかなと思ったりしたんですけどまああの私も全然こう他の人の健康を気にする余裕は全くないんですけどちょっとバフェットさん大丈夫なのかな昔の元気なくなったのかななんてこう思ったところでありましたということで大変余談だったんですけどもえー、っとですね今日もですね、えー、こんな感じで、えー、今晩の番組を進めていきたいと思いますでこの番組 よくあるその米国株の講演会的な番組ではございません。この番組を長く見てらっしゃる方はお分かりだと思うんですけれども、まあ、米国株の投資情報のみならずです、ね、私個人的には皆さんに米国株に興味を持っていただきたいと思っておりまして、まあ、いろんな視点で米国株そして米国株のみならず外国株に関するです、ね、話題等を提供してい,るしていく番組というふうになっております。ここの番組を見ることによって 皆さん、これまで以上にですね、外国株、米国株の理解を深めていただくだけではなくて、米国株を中心としたですね、外国株の投資に興味を持っていただければ、私ども、マネック証券としても非常に嬉しいと思っております。えー、ということで、今晩も90分、あ、いや、90分の予定で番組を進行していきたいと思いますので、最後までお合いのほどどうぞよろしくお願いします。では、最初にいつものようにマネック証券、えー、 Group Manex Group, Man Group Trade Station, David Russell's market comment, Hello, David. Stock continues to go higher since we last spoke. What should investors be watching now? Hey, Hutch, it's great to be back with you. We seem to be in the middle of a continued rotation in the stocks. We talk a lot about the Fed, but the real story could be a migration of money back into stocks overall. Believe it or not, people have actually been on the sidelines money market balances have roughly doubled in the last two years according to the federal reserve um, however they're starting to inch down in the last two months we discussed this a bit um, and now also uh, goldman sachs uh, recently noticed a trend they said a wall of money could enter the stock market in early july um, you know money market cash also started dropping at other times historically like may of 2020 and january of 2016 and both times the S&P 500 moved higher after the turn started. The stocks might not be cheap, but there might not be a clear alternative for a lot of investors, especially because earnings growth remains on track and the economy does not seem to be falling into a recession. So is inflation finally under control? It might be getting there. The situation seems under control for now with reasons to hope it will improve. First, we're getting signs that the US housing market is starting to break with a lot of weak data in April and reports of rising inventories of homes. It's probably the single most important driver of inflation. Second, energy prices have been coming down as US oil production grows and gasoline demand weakens. Third, the inflation spike we got early in the year is fading a bit. The Q1 productivity number was revised up and unit labor costs moved down. It's not terrific, but when you consider other positives like earnings growth and the stronger economy, inflation might not be bad enough right now to, drive, to, to, to drag stocks lower. So, Apple just started rolling uh, out its AI products and services. What can you tell us about that? They've done some minor AI features. They might not provide an immediate boost to the company overall. AI might help Apple's services revenue over time. It could also give them an edge in China where they've been losing ground. However, the biggest impact could be in September when people expect a new iPhone. If the new AI features are popular, it could drive an iPhone upgrade cycle starting later this year. Those things are a few months away. The main narrative right now is that Apple could mainstream AI, which makes sense because iPhones are so widely used around the world. So, is the real story right now in other stocks? Yes, Hutch, it seems to be. First of all, the rally is widening across the chip space. People are focusing on memory providers like Micron and Western Digital. It's also boosting older tech names like Dell and Hewlett Packard or HP. These ancillary plays could become more of a theme because some analysts see AI driving a broader PC upgrade cycle. Still, people will be watching Apple into the next earnings in July or early August, and especially into the next iPhone launch expected for September. Are there any other big names you're watching? Yes, Hutch. I'm watching Amazon.com. You know, it's been in a tight range for a few months. Guidance was light last quarter, but when you consider the strong economic data with demand for both consumer goods and cloud computing for AI, some people might see potential for things to be better than feared. Amazon is also very close to its old high from back in 2021. So it could be a breakout candidate. Kind of a sleepy name I'm watching this summer. Well, David, thank you for your insights and see you next month. Thanks, Hachu. It was great to talk to you. I'll see you again next month. Hi. <sighs> 思うことなんですけど、まあ、最近のマーケットを上がってる理由 AI がテーマになってるわけなんですけどその AI のテーマを、まあ、AI のテーマの中心 が、まあ、エヌビディアということなわけで、エヌビディアは、そのマグニフィセント7の中でも、中でも一番パフォーマンスがいいわけですね、今年にあって。で、市場全体をこう、牽引しているということがありますと。で、エヌビディアが作っている GPU を誰が使うかというと、これはあの、アマゾンとか、マイクロソフトとか、アルファベット、グーグルといった、まあ、いわゆるハイパースケーラーって言われてますけど、まあ、そういったマグニフィセント7の一角が提供しているクラウドサービス、 で、まあ、AI の機能を提供するということで、まあ、彼らが GPU を買っていると。で、それが最近はその会社企業だけでなくて、国家も買うようになってきているというわけですね。で、そんな中、アップルについては、その AI について全くこう、触れてこないと、えー、戦略が見えないと、やる気ないんじゃないかと思われたところですね、えー、6月にありました、先週かな、えー、WWDC と世界開発者会議において、 え、アップルが AI についての戦略を発表したところ、まあ、マーケットは非常に好感して、株価が冒頭したと、いうことですから、まあ、あれですよね、こう、マグニフェセントセブンの中で一銘柄を置いて、六銘柄の、その、世界の中で、こう、ビジネスがこう、うまく回ってるっていう状況があって、壁、彼らの株価が上がって、それがこう、市場全体を押し上げてきているという展開になって、 で、それが果たして問題かというと、一見問題のように聞こえるんですけれども、私は個人的に問題ではないと思っていまして、で、それはあくまでも業績が伸びるという裏付けがあって今起きているわけなので、今のところ心配はしていないと。 いうことなんです。で、これが業績が伸びないにもかかわらず、株価だけ上がるっていうのは、まさにこう、バブル的な、えー、動きになってきます。で、実際その、IT バブルとの比較、2000年の時と比較されるのは、要はあの時って、業績がそんなこう、あの、増えてないにもかかわらず、こう、夢を、本当に夢を追うだけで、 こう、まさに、会社名にドットコムっていう名前を付けるだけで、こう、株価が次のように上がるとかですね。明らかにバブルだったわけですよ。で、それがはじけましたということで。で、この、NVIDIA についてもですね、えー、っと、さっきあの質問あった方は思うんですけれども、えー、この、チャット GPT が出る前の、PR と NVIDIA の、現在の PR どちら、あの、比較した場合、 当時の方が高いんですよ。だから、バリュエーションが、えー、追いついてないんですよね。業績が上がりすぎて、株価も上がってるんだけども、業績の伸びの方が大きいんで、こう、PR が高くなってないという状況があり、加えて、それって今年だけじゃなくて、来年についても同じようなことが起きる。ですから、一見割高に見えるんですが、えっ、ー、とですね、 あこれまたお話しますけど後ほどあの,あの n i a の株価は高くないっていうことが言いたいということなんですであとその現在 S&P500 の中で、えー、IT セクターのウェイトが3割を超えてきたのかななんですそれをこうまた問題視する意見もあるんですけれどもそれについてもこれやっぱり皆さんこうこれほとても大切なのでじっくりちょっと 時間あるときに考えていただきたいんですけど、テクノロジーって我々もっと今後ね、使っていく世の中になっていくんだと思うわけですよ。私はね、よく考えてみると。まあ、あの日々そう思うんです。で、そういうことであればですね、そのテクノロジーに対してお金を払うっていうことが世の中的に起きるんだろうなと。そうすると、まあ、将来的に極端な話ですけども、 S&P500 の時価総額の半分を IT セクターが占めてもおかしくないと思っています。これは繰り返しですけれども、あくまでも業績の裏付けがあればということなんですが、まあ、あの、そういった中でですね、えー、マグニフィセント7の中で一銘柄だけ取り残されている銘柄がありまして、まあ、唯一上がってない年初からですね、テスラということなんですが、まあ、あの、この辺についても後半でお話をしていきたいと思います。 はい、でその AI なんですがこちらちょっと見ていただくとですねあの時々お見せしてるんですけども、えー、あこれお見せしてなないか S&P500 が採用銘柄が決算発表やるときにですね、えー、こう決算発表のときに AI っていう単語 を使ったマネジメントが、CEO が、その,あの回数見てるんですけど、これ見ていただくとちょうだいですね、あのー、チャット GPT が出たあたりぐらいですからね。 これでを見て何言いたいかというと決してエヌビディアだけでなくて、ね、S&P500 に採用されているいろんな銘柄がいろんな会社がやはり AI という意識をしていて AI を取り入れるようなことをやり,始まってやり始めてきているということが言えると、まあ、これがですから今の株価の上昇に反映されているということなんだと思うんですが、はい、S&P500、史上最高値を更新と昨日,、まあ、昨日休みでしたので一昨日もですよね。 えーっと2024年に S&P50024% 上昇、ことしも年初から15%上昇しているという状況です。で、a s d a q 100についても、2023年、54%、n a s d a q 100、皆さん覚えていらっしゃいますか、54%、えー、上がっているんですね、n a s d a q 100。で、ことも年初から結局19%上がっているということで、まあ、2年連続で、これまでのところ、非常にいい。 トレンドが続いているということです、で金利なんですけれども、金利はですねちょうどここがあの昨年末、新しい年になってるんですけど、えー、っとちょうどですね昨年末が10年生ありまわり3.84%だったんですよ、それがピークでですね、えー、4.7%までいったんですね。で こう偉いだなと思ったらまあ金利が上昇する局面で、この市場金利の上げにマーケット反応しなかったんですよね。で、で、最終的に、この、えっ、ー、と、昨日かなえっ、ー、と、直近では、えっ、ー、と、4.25%、今日ですね、さっき見たところ4.25%まで来ているという状況になってます。まあ、あのー、まあ、10年差利回りは上がりましたけども、マーケットはもう、政策金利はもう高く、もう終わったんだと、上昇は。 いずれ、利下げが起きるんだというようなことを、マーケットは信じて、あまりこのマーケットプラ、マーケット金利の上昇気にしなくなったっていうのが出てきてると思います。まあ、ですから、その、えー、っと、利上げが、えー、っと、利下げかな利下げが、 あの、一回しかないって言われてますけど、それでもマーケット上がるんですかって話ありましたけども、マーケットはこう先を先を読みに行こうとしてるわけですよ。あの、もう、これ以上上がらない。これ以上金利が上がらないっていうだけでも、マーケットは十分なわけです。で、かつ、それよりも、パウエルさんよりも今、マーケットがフォーカスしているのは繰り返しになりますけども、AI なので、まあ、AI パワーのおかげでマーケットが上がってきてるという状況です。で、業績なんですが、はい。 とはい、毎回説明してます。昨年の第二四半期にボトムをつけて、今、トレンドとして、えー、業績の上昇が見込めるところでありますよと。で、まあ、来期、7月の半ばぐらいからあの、決算発表がまた始まります。銀行セクター、JP モルガンを最初にですね、まあ、それがこう、えー、第二四半期の決算発表の始まりとなるわけなんですけれども、えー、現時点では前年同期期で8.9%増益になると。 おさらいですけど、第4四半期、昨年のについては、予想はもともと1.2%じゃないかと、前年同期比で、と思われていたところ、実際最終的には8.3%の増益で終わりましたと。 で、第二四半期についても、もともとは決算発表前は3.9%伸びるんではないかと思われていたところ、最終的には7.9%の増益でありましたということですから、まあ、さっきお話をしたとおり、金利もなんですが、この業績、つまりファンダメンタルズのサポートがあっての、思ったほど、思った以上に良かった。 悪くなかった懸念したほどよ、良かったんだという、この辺もですね、マーケットのサポートになっているのは間違いないと思います。で、はい。今年につきましては、通年で、前年比で9.6%の増益。そして、来年につきましても14%。そして、2026年についても11.3%の増益になるだろうというのが、現時点での予想となっていますので、まあ、こういうファンダメンタルズのサポートがあるのであれば、これはマーケットに関しては、 安心できる材料だというふうに思います。で、テクニカルのところ、これ、あのー、ここのところ見せてます。はい、S&P500 につきましては、えー、カップハンドルというですね、この、えー、っと、まあ、これちょっと違うな、違いますけど、このカップがあって、ハンドルがありますよと。 これが非常にテクニカル的に強気のシグナルなんですけど、これを形成しましたということで、えー、レジスタンスをいくつも上の、上の抵抗戦をいくつも超えてきまして、えー、ここまで来てるわけなんですが、えー、このままで行くとですね、私は年末に S&P500、5500をターゲットというふうにしてるんですけども、あのー、ひょっとするともう今月中、えー、来月中には、 えー、行ってしまいそうな勢いはあるんですけど、テクニカル的にはですね、5500ではなくて、5600まで上がれるということなんだそうです。そして、ナスターク100につきましても、はい、とてもあの、モメンタムはあるわけなんですが、これにもついてもですね、19,500を超えてくると、21,200っていうのが視野に入ってくるということなので、ファンダメンタルズにサポートされた、えー、株価の上昇、モメンタムがあり、このままでいくと、えー、高値を更新しばらくは 続けるる可能性があとということになっていますで一方でちょっと気になるところなんですけれどもこちらはニューヨーク証券取引所上場銘柄で200日移動平均線を超えている銘柄の割合ということなんですが、はい、今この辺なんですね60%を切ってるんです。で理想は マグニフィセントセブンだけではなくて、いろんな他の銘柄もこう上がってくる、上がってくる、イコール、移動平均線を超えてくる展開が起きると、とってもいいわけなんですが、それが起きてこないですよというところが、ちょっと心配なところではあります。とりあえずこれまでは起きていないということではあるんですが、まあ、これ三角としましょう。えーまあ、ただ、この業績、全体的な業績のこれがあるので、まあ、ちょっと、これは良くないものの、まあ、 OK かなというふうに感じています。あと、センチメント。これは、あの、とても大切です。我々が、ええー、って誰が買うかというと、我々投資家なわけですから、投資家がどういうふうにマーケットに対して考えているか、とても大切です。そういった意味では、センチメントは大切なんですけれども。これを見ていくと、これは CNN の、あの、Fear and Greed Index。日本語で言うと、まあ、恐怖と欲望指数と言われてますけど、 えー、エクストリームフェア。これはあのー、フィア。えー、っと、す、あのー、最大限な、こう、恐怖。で、恐怖。そして、ニュートラルがあって、グリードっていうのは欲ですね。そして、エクストリームグリードということでも、最大限の欲。まあ、投資家のそのセンチメントを表してるんですけど、これ、直近のデータではですね、あ、ごめんなさい。先月のデータでは、グリードの領域に入ってたんですよ。1ヶ月前。ところがですね、直近のデータでは、フィアなんですよ。不思議なんですが、 まあ、あの、これによると、この CNN のこの指標によると、マーケットのそのセンチメントっていうのはちょっと投資家は恐れているという結果が出ていると。まあ、これがあのトレンドなんですけど、えっと、これが昨年の7月、そして現在ここですよということで、これを見てみるとですね、去年マーケットがボトムをつけたあたり、10月ですかね、あの時、こんなレベルに来てるんです。で、今年の4月5、5%調整しましたね。あの時もこのレベルまで来てるんですよ。 で、えー、まあ、あの、これがちょっと下向いてるっていうのは、悪い話ではないかなというふうに考えています。であと、あの、アメリカ個人投資家協会、AAII の、えー、ブルベア指数の推移なんですが、上の方が S&P500 で、えー、下のこの青い線が、ベア、弱気。そしてこの赤い線が、ブル強気です。で、現在、ブルが、 45%のレベルにあ45ポイントのレベルにあって、えー、ベアの方が26ポイントというところなんです。ですから何が言いたいかというと、やっぱ強気の人が多い、弱気の人よりも、という局面であることは間違いない。で、もっと見やすくするために、これは今のこのブルからベアを引いたネットのブルを見てみると、 これが平均です、赤字が。えー、5.3%がこの平均なんですけれども、現時点では強気の方が多くて18.9%のレベルになってますということなんです。で、これを見るにあたって考えるのは、うん、とこれ1999年から、まあ、あの24年弱なんですけれども、うん、例えばそうですね、えー、っと確かに 強気の領域に入ってはいるものの、やっぱこういう,こう、もっともっと高いレベルって、過去に何回も何回も起きてるわけですよ。ですから、強気の人が多いんで、これによると、強気の人、多いんですけれども、とてもエクストリーム強気にはなっていないということが言える状況になってます、マーケットセンチメント的には。あとはビッグ指数、狂気指数と言われてますけども、これ見てもです、ね、非常に大人しいんですよね、まああの。これはマーケットにとってはあのいい状況であるということになります。 次にバリュエーションなんですが S&P500 のバリュエーション PR を見てみますこれは1991年から、えー、と現在ここですねここのレベルになりますこの青い線が PR でこの赤い線ここがこの平均になってまして大体19倍なんですね PR が。 で、現在は2024年、ここです。22.2倍になっています。そういった意味では歴史的な PR が19倍ですから、22倍っていうのは割高なんです。今年の、ただ今年の EPS を使ってです。今年も半,半年終わってます。で、来年の EPS、予想 EPS を使うと、19.6倍。で、これまでの PR 平均が19倍ですから、 まあ、そういった意味では歴史的な PR よりも若干高いレベルでありますよとで。ちなみに1ヶ月前どうだったかっていうのがこの黄色い線なんですけれども、はい、前回1ヶ月前の時は21.7倍だったんですが若干株価が上がってますから バリエーションも上がってます。こんなレベルになってますよと。前回ちなみに2025年につきましては19.3倍だったんですが、今19年6倍。で、もっと言うと2026年については、先月は17.9倍だったんですが、現時点では18倍になってますと。じゃあ、これを見て、明らかに割安ではないですよ。歴史的に見ると。しかしながら、例えば、こうですよね。IT バブルの局面の時、 PR はほぼ30倍までいってるわけです。で、あのー、コロナの時に、まあ、EPS が大きくガクッと下がったんで、えー、28倍までいってると。まあ、これはあの、エクストリーム、極端な時なんですけれども、まあ、そういう時のバリュエーションと比べると、今の PR は、えー、まあ、おとなしいものではないかなと思います。で、これをそのサポートするのが、 こちらですね。この業績の伸びがあるということなので、まあ、これがある局面においては、安心できるのではないかなというふうに思っています。で、あと、ウォール街のアナリストたちがどういうふうに思っているかと、今のマーケットということで、えっ、ー、と、こちらは S&P500、こっちらはナスダック100についてなんですが、えー、二つ、あの、データをお見せしています。 トップダウンとボトムアップ。で、トップダウンって何かと言いますと、これは、ウォールストリートのストラテジストが、えー、例えばいろんな、こう、経済のデータであるとかですね、まあ、マクロ的なデータを活用して、ストラテジストが今年の年末の S&P500 はいくらになるっていうふうに、あの、予想を出すわけなんですけど、それによると、このトップダウンによるとですね、今年の年末は、 実は5198ポイントというのがストラテジスト28人による平均なんですよ。まあ、で、直近の株がこうですよということなので、実はストラテジストたちは弱、あの、強気ではない。 というのがここから伺えるで最近見ると例えば、えー、とゴールドマン・サックスあたりが5600年末のターゲットを引き上げたりとかしてるので少しずつ少しずつ上げてはいる動きが出てるんですけれどもただその平均で見ると28人っていう5200レベルっていうのが年末のターゲットで明らかに今のレベルよりも低いちょっと まあ、あっきり言って間違ってる。平均がですね。平均の、えー、ターゲットは、あのー、まあ、あのー、これもちろん年末になってませんから、年末にひょっとしたら5200ぐらいで落ち着くのかもしれませんが、まあ多分違うと思うんですけど、えー、とりあえず今のとここんなになってます。で、一方で、もう一つの、ボトムアップ。で、ボトムアップっていうのは、個別銘柄を見ているアナリストたちが、 例えば、え v エヌビディアの目標株価はいくらですよ。アップルの目標株価はいくらですよ。っていう、こう、株価の予想を出すわけですよ。で、それをこう、ずっとこう、足し上げていく500名柄。で、これをこう、ボトムアップって言うんですけどボト、ボトムアップの分析によるとですね、これは12ヶ月先になるんですね。だ,だいたいあの、アナリストの目標株価っていうのは1年先を出すんですよ。これから1年先どうなってますかっていうのを出すんですけど、それによると、 5926というのが目標株価として出来上がってくるんですそうするとですね今の株価から大体9%くらいのアップサイドがあるというふうに個別銘柄を見ているアナリストたちは見ているというのが今のマーケットの状況になっていますはいあと流動性ということでありましてこれあのー、よいしょ 毎月確認してます。アメリカのマネーマーケットファンドの、えー、残高ということでお見せしてますけれども、赤い線がマネーマーケットファンドの残高。そしてこの青がサンドピゴの推移ですね。で、要は、潤沢なキャッシュが今アメリカにあると。マーケットをスタンバイしているということをずっと言い続けて、で、 来たわけです、す先月、で、なかなかこの残高こう、あのー、あの、資金の流入が止まらなかったわけですよ。で、先月やっと、ちょっと、ロールオーバーしたっていうか流、流入が伺えたんですけど、1ヶ月経って今、またこう、資金、流入が続いているということが起きてます。で、これはなぜかというと、 今、マネーマーケットファンドアメリカで4.5%とかですね、5%近くの金利がもらえるわけですよ。リスクフリーの金利、例えば5%入ってくるということであれば、別に株買わなくてもいいんじゃないかっていう、こう。 考えもあるわけです。多くの人がそう思ってますと。いうことで、キャッシュにお金が入ってきていますと。しかしながら、これから年末、多分今年年末に一回、利下げがあるんだと思うんですが、そして来年、多分4回ぐらいあるとは思うんですけれども、そうすると、だん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 政策金利が下がってくると。それに伴って、このマネーマーケットファンドの金利も下がってくると。そうすると今、今4.5%あったものが4%切って、例えば3.5%になってくると。そうすると、うん、ちょっと少ないなと。えー、で、かつ一方で、その株価がこう、 高値を更新してるわけですよねそうするとやっぱりこう株を買った方がいいんじゃないかと思うような人たちも一部出てくるのではないかと。でそうするとでそれって必ず起きると思うんですよ。ね、歴史的にこれ1999年からなんですけれどもえー、っとこうですねマー,ケット、まあ、マーケットが下がった時に大体こうピークをつけたんですけどでマ,ーケットそのマネーマーケットファンドがピークをつけた後 2回あります2009年の1月16日この時にマネーマーケットファンドは3.9兆ドルでピークつけましたで2020年の5月22日4.8兆ドルでピークつけましたその後 S&P500 はっていうとこんな感じで上昇してるんですなのでこれまでのところマネーマーケットファンドがピークをつけた後とっていうのは実はこう株価がパフォーマンスが良かったっていうことが起きてるのでまああのー 今んところお金入ってきてないわけですから、ここから。それが一部でもマーケットに入ってくるってことは、マーケットのサポート材料になるだろうということになります。まあ、リスクということで、まあ、リスクはもう、あの、皆さんご存知の通り、やっぱマーケットって、あの、ウィークリーベース、もしくはバイウィークリーベースで、えー、経済指標、インフレ指数を確認するわけですよね。FOMC がありますよと。そうすると、 実はあの、まあ、今のところ、こう、インフレというのはトレンドとして、やっぱりこう、収束していくっていうのが、あの、多分、マーケットのコンセンサスとしても出来上がってると思うんです。だから、株価も上がりやすく、上がれると思うんですが、それが、いや、どうも違うようだというようなことになれば、ええー、まあ、これは株価にとっても良くない。まあ、それがリスクである、ありすし、じゃあ、リセッションという、こう、うん、可能性もあるわけですよね。こう、可能性ですから、何でもあります。で、これは、あのー、 お見せしてますデータです。これ、これもさっきの,あの AI の時と同じで S&P500 が決算発表した時に、えー、S&P500 採用銘柄の CEO がリセッションっていうキーワードを、えー、単語を使ったけあの件数、回数なんですけど、明らかにこう下がってきている。で、インフレについても同じことなんですけど、やっぱりこうやってトレンドとして下がってきているということなので、企業、 ビジネスを行っているエコノミストではなくてビジネスを行っている会社のマネジメントの視点で見るとインフレについてもリセッションに対関しても懸念というのは少なくなってきているということになっています。あと、まあ、季節性についてはあの結構あの毎回あの触れてきたので今回はちょっと触れませんが一つだけ指摘しておきますと、はい、今 えとこれ大統領選挙の年1928年からこれまでという非常に長いデータです6月入りました7月8月この3ヶ月間というのは1年間で最も75%というのはその月がその月のマーケットがプラスになる確率でして75%の確率これ見ていただくとですね1年間で一番高いんですこの3ヶ月間。そしてリターンも 7.27%ということでこの3か月間リターンが非常に高い1年間で一番高いということなのではいえまあ今そのサマーラリーの真っただ中で加えてそのサマーラリーのドライバーになっているのが AI のテーマがあるというえ今非常にこう綺麗な展開が起きているということになりますよし。Q&A ということでえっとお客様からの質問 にお答えしたいと思うんですが、これ実は1年前にですね、どんな質問があったのかなっていうのをちょっとあの見てみました。あの、やっぱり確認するのもたまに必要かなと思って、たまたま見てみたんですけど、で、その時もこういう質問がありました。2023年6月です。今のテクノロジー株の上昇はバブルでしょうかっていう質問があったんですよ。まさに今、今1年後も同じ質問ありますよね。 で、その時にお見せしたデータっていうのが、これなんですけれども、あ、これなん、あ、これでいいや。えー、っと、はい。これは90年末から、えー、昨年までのシスコシステムズの株価と PR なんですね。これなんでシスコかっていうと、要は IT バブルの時に、あのー、まあ、主役、主人公の一人だったんですよ。ということもあって、シスコを出してるんですけど、これ見ていただくと、この時って、 PR はですね、青いバーが PR ですね、108倍までいったんですよ。株価も上がってるんですけど、バリエーションも,も極端に上がってきましたということがあったんですが、えー、現時点については、シスコについては、あ、1年前ですね、株価も上がってきてるんだけれども、1年前のバリエーションはこんな感じでした。 マイクロソフトについても、マイクロソフトも、あの、IT バブルの時ちゃんと存在して、あの、主人公の一人だったんですけど、この時マイクロソフトの PR は71倍までいったんですよ。株価はこんなレベルですね。で、今、株価はここまで来てますと。でも、去年の PR は34倍なんですね。ですから、 もちろんこうバリュエーションが上がってきてるっていうのはあるわけなんですがまあその分株価も上がってきてますしじゃあ非常に割高かというとやっぱりそのマイクロソフトについては、えー、サ,ブサブスクリプションモデルっていうのを始めて今までだったらお店に行ってもあの買うだけだったんですけどももしくはあのあのー。 オンラインでも買えましたよね。で、今、サブスクリプションになって、毎月こう、払うモデルになってきて、で、私もこう、あの、マイクロソフトの罠にはまって、えー、払ってますけども、まあ、あの、そういう、今までと違うサービスを提供していることで、まあ、利益率も上がり、バリエーションも上がってきてるということで、まあ、あの、はい。 バブルでしょうかその時に、いや、そうじゃないと思いますって話をしたんですけども、あの、今の、今年ですね、今についてもそうじゃないというふうに思います。あと面白いのが、これね、去年お見せしたんですけど、S&P500 が20%以上の調整なしで20、20%以上の上昇を果たした場合、どうなったかと。 1950年からこれまでなんですけど要は S&P500、あのー、アメリカのマーケット史上最高の更新してるわけですからずっと上がってるわけですよねでただ20%マーケットが上がる局面でまあ 20%, パ、まあ、20以上下がることあるわけですけどそれなしでマーケットが上がった場合何が起きたかっていうのがこのデータなんですけども、はいえー、っとこれまでにこれだけしかありません で見てみると平均で155%上がってるんですよ S&P500 が20%以上調整することなくして2割以上上がった場合こんだけ上がってますとで20%上がるまでにどのくらいかかりましたかっていうのがここなんです69日が平均なんですけどでその後問題は これが起きた後に S&P500 どうなったかっていうのがこのデ,あのデータなんですけどちょうどですから去年2023年の6月8日に S&P500 は20%の調整なしで20%上がりましたとでその後なんですが、えー、しっかりここもですね、えー、マーケットの方はちょっと正確に計算 す忘れ,ちゃった忘れちゃったんですけどもあのしっかり上がってるということなんでこれ,これまでのパターンに全くこうはまってしまった展開があったということになっています。 らっと見てしままったので答えますけどインテルは買いでしょうか,うんとなんか、ね、インテルうまくいってないような気がするので、ちょっとあのファンダメンタルズ的な会話をお勧すすめはあのできないと思っています。今、皆さんご存知の通り、まり、あ、この番組ご覧のお客様は、あの投資の経験が長い方もあのとても多いと思うんですけれども、一方で、やっぱりこうあの初心者というか、最近こうアメリカ株の投資を始められた方も多いと思うんですよね。でそうすると 為替がとても気になると思います。今年ゴールデンウィークの時に、えー、円相場って一時1ドル160円台に入ったわけですね。34年ぶりの円安になったということです。で、これ実はあの、えー、っと、2日前かな、えー、YouTube に上げた動画の内容なんですけど、とてもまあ、あの、大切と思うので、このセミナーの中でもご紹介さしあげたいと思うんですけれども、えー、っとですね、 要は、こんなにドルが高い、157円でしたっけ、ね、毛の先見たら、時にアメリカ株買っていいのかと思う人って少なくないと思うんですよね。で、為替についての考え方なんですが、これあの前もお話ししたと思うんですけど、私はですね、あの、これうちの松本も同じこと言ってたんですけど、為替ほど分からないものはないと思ってるんですよ。あの、というのは、 為替ってなんかこう、株以上にもっともらしく、ドル高をこうもっともらしく言う人、ドル安をもっともらしく言う人っているんですよね。で、株価ってね、そうじゃなくて、例えば NVIDIA を調査してるアナリスト、まあ、確か50人近くいると思うんですけど、大体こう、買い推奨してる人がほとんどとかですね、売り推奨ってないんですよ。 アップルもそうですね。アップルもアップルを調査しているウォール街のアナリストの、まあ、ほとんどが買いとかホールドなんです。売りはないわけです。ですから、こう、マーケットの見方としてバイアスはこう、一方通行なんですよ。ところが、為替はそうじゃない。 と思ってるんですね。で、なんでそれ言ってるかというと、例えばですけど、これ自分であの証明したいなと思って、自分のあの、ツイート X でですね、アンケートやりました。えっ、ー、と、これは今年の5月30日に朝から夕方にかけて行ったんですけども、1年後、ドルは今のレベルより高いですか安いですか変わりませんかって聞いたところ、高いって答えられた方42%。これ、えー 1,500人以上あの参加してく,れくださってるんですけども安いって言ったーセ39%なんですよほとんど変わらないじゃないですかまあ,あの変わらないって言った方が19%トいらしたんですけども高い安いもうわ割れてますよね意見がねでそうするとどうしたらいいんですかとでやっぱりとは言いながらこうやって思うわけですよもう来年ドル強いともっと上がると思ってる人もいればいや弱いと思ってる人も いるわけですよね。じゃあどうしたらいいのとなるわけです。で、今こんなレベルですよとドルはですね。ここ2004年からのチャートです。過去20年見ました。じゃあいや今回やってみたのは何やったかというと、ドルがピークをつけた局面。ですからここからここで買ってしまったアメリカ株を、そしてここドルのピークで買ってしまった場合、その後 何が起きたのかなとまあ為替だけ見るとこうなっちゃってるわけです明らかにああやっちゃったになるわけですよね、じゃあこれ株式投資ですから為替だけじゃなくてじゃあ株式投資をやった場合どうなったのか S&P500 に投資をした場合どうなったのかっていうのを調べてみたんですえー、っとここですねパターン二つさっきのそのドルが 高値をつけてからの局面ここからここにこの A と B に投資をした場合どうなったかというとよいしょここですここから始まってここに来てるんですよ。えっ、ー、と S&P500 トータルリターン指数なんですが20大体8万8千円が17万2千円になってます下がってきてるわけです正確に言うと今のこの間にですね S&P500 は40%下落してるんです。円建ての。じゃあ、この間に、この間っていうのはこの間に、毎月月末に1万円ずつ積み立て投資をやってみたらどうなったかっていうのがこの二つ目なんですけれど、この間、はい、56万円の積み立て投資を行いました。それがですね、ドルがボトムをつけたと、時。 このドル安が底をつけたときですね。えー、とっと、ごめんなさい。これですね。どうなったかというと、五十五万三千二百九十五円になっているんです。ということで、五十六万投資をして下がったのはなんと一パーセントだけなんです。言ったことわかりわかりますよね。積み立て投資をした結果として、本当は四十パーセント下がってるんだけども、自分のアセットといのは一パーセントしか下がらなかった。 ちょっと待ってと1。1%下がったんでしょと。そしたらやらない方が良かったじゃないですか。その通りなんですけど、この時にはすでにこれだけのポジションを持ってるわけですよ。じゃあ、その後に何が起きたか。この積み立て投資最後に行った時、まあその後やってもいいんですけど、とりあえずここで終えましたと。その後、1ヶ月後、S、S&P500 は、ごめんなさい、1年後、S、S&P500 は円建てで40%上がりました。3年後14、149%上がりました。 で5年後上がりましたこれが1回目の例ですじゃあ2回目この B の時どうなったかというとはいちょうどここですねまあなんとなくご想像いただけるかなと思うチャートなんですけどはいここからここまで66%上がりましたで 68万円積み立て投資を行ったんですが最終的に99万2000円になりまして46%上がってるんですねいやこれね人によってはね待ってと指数が66%上がってて46%上がってんだったら負けてるじゃないかいや違うんですよ考えてみましょうやってることはドル高の時にあここでこんなにねこっからずっとドル上がってきたわけですよいやもっと上がるかもしれないけどももう上がらないかもしれないと。 ね。で、投資やっちゃいけないんじゃないかと思った人もいらしたと思うんですが、そこでやった結果としてこうなったわけですから、これは投資として、ここですね。投資として大成功だと思うわけですよ。で、その後、1年後そ、そこからまた43%上がり、3年後81%上がりましたと。いうことなので、この過去20年間における2つの例が示唆するものは、やはり、 私がいつも言っている積み立てでコツ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 投資を継続し上がった時も下がった時も投資を行うで長期的な視点を持つでこれはあの私が自信持ってやるのはやっぱりこれ S&P500 なのでアメリカはあのもう機会があればいろんなセミナーでお話をしてますけれどもやっぱり2030年とか2040年とか2050年のアメリカってどうなってるかっていうのを考えた時に S&P500 って投資できるんじゃないかと。 そういう考えがあるのであれば、こういう積み立て投資をコツコツコツされるっていうのは間違ってない、とても正しいんじゃないかなというふうに思います。S&P500 などの指数は、時価総額の過重平均であるため、割高な銘柄を多く買い、割安な銘柄を少なく買うことを繰り返すかと思います。であれば、マイクロソフトのような有料銘柄をコア にした方が投資効率は高いと考えるべきでしょうか。えー、っとですね、あの、私の理解が間違っていなければ、ちょっとご質問がですね、あの、あの、ちょっと違うのかなと思うんですけど、はい。時価総額の過重平均であります、エサンドピークは。これは間違ってないです。ということは、割高な銘柄を、違うんです。割高な銘柄を多く買うのではなくて、時価総額の大きな銘柄を、 例えば、あの、インデックスファンドを買うと、時価総額の大きな銘柄を買うということになるんです。もちろん、あの、違う見方をすると、その銘柄がたまたま割高ということはもちろんあるわけなんですが、あのー、なので、で、割高な銘柄なのでマイクロソフトというふうにちょっとつながらないような気がしますんで、えっ、ー、とちょ、ちょっとごめんなさい。あのー、ご質問がちょっと違うのかなという感じですね。 保有している個別柄の銘柄数が多くなると、インデックスと変わらなくなってしまうと聞きますが、ということなんですが、これもですね、あの、保有している銘柄数が多くなれば、インデックスと変わらなくなる。これもですね、ちょっと違うかなと思いまして、えっ、ー、と、あの、お話しさせていただくんですけれども、あの、じゃあ、銘柄が増えればいいっていうものじゃないです。 例えば S&P500 いろんなセクターがありますけど、例えばユーティリティ、公益の、えー、セクターで30銘柄買ったとしても S&P500 には連動しないわけですよ。S&P500 に連動するには今まさに GAFAM、Magnificent 7のような時価総額の大きな銘柄を中心に銘柄を増やしていくと指数に連動することはあります。 なので、えっと、ごめんなさい、えっと、これが分かるようなデータというのは、ちょっと私は見たことがないので、ごめんなさいです。 今年のニーサーまだしてません。今から始めるのが良いか、9月頃下がった時に始めたら良いか迷っていますと。はい。えっと、私は、あの、歴史的には、えー、9月というのはマーケットが下がりやすい時ということはお話をしました。しかしながら、えー、9月にマーケット下がるかもしれないし、下がらないかもしれません。で、結果として、これはもうですね、もういろんな人が言ってますし、私も本当そう、最近特に思うんですけど、今始めた方がいいです。 今始めて少しずつ少しずつ買っていってください。それがベストだと思います。ドルコスト平均法がベストだと思います。これはもうあの、証明されたトラックレコードがある方法です。タイミングは狙わない方がいいと思います。 数百万円くらいの S&P の買い増しを考えていますが、また調整がある時期まで購入を待つ方が良いのか、50万円くらい毎日購入するので良いのか、購入方法についてアドバイスをお願いしますということなんですが、あのー、これも同じですよね。えー、っと、50万円がベストかどうかわかんないですけど、投資をしようと思ってらっしゃる金額があるのであれば、そうですね。えー、っと、ワンショットで買うのも手ですけど、私だったら、 少しずつ少しずつ買っていきます。少しずつというのは、あの、一週間に一遍でもいいですし、毎日こう小刻み。今、あの、えー、ご存知だと思うんですけど、あの、投資信託であれば、自動的にこう、買ってくれるシステムがあって、えー、入力をいくつかすると、やってくれるんで、毎日コツ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 っいうのですね。毎日ボタンを押さなくても。なので、そういうシステムを、あの、活用されたらいいんじゃないかと思います。えー、ドルコスト計平均法がいいと思います。買うのを待たない方がいいと思います。 ハチ、えー、さんの気になっている銘柄についてのコメントをお願いしますということで、はい、気になっているのはエヌビディアです、エヌビディア、本当あの質問多いですよね、エヌビディアは今年に入りまして、えー、株価の方は174%、年少から上がっています、でえー、その間に、S、S&P500 は昨日までで15%、おとといまでに、昨日休みでしたから、でえー、その間、S、S&P の IT セクターは32%。 上がってますそれに対して174%ですからかなり上がっているということなんですが前回の決算発表のところ簡単なポイントをお話をすると,、えー、とデータセンター のところが、ウォール街のアナリストの予想を超えましたと。あと、ゲーミング部門、若干予想を超えたということで、まあ、も NVIDIA って、あの、ゲーミングの、あの、GPU で有名だったわけなんですけれども、えー、現在は、まあ、データセンターのところが稼ぎ柱になっていて、えー、荒利益率、それから営業利益、 規律などの指標で見てもですね、えー、予想を超える内容を発表しましたと。で加えてまあ来期以降のガイダンスについてもコンセンサス予想を上る上回るものであったということでまあ株価の上昇が今こう止まらなくなっちゃってるわけです。で、いろんな調べてみるとですね、いろんなあのウォール街の調査によるとですね、NVIDIA の GPU に対する需要っていうのは。 引き続き供給をはるかに、はるかに上回る状況が続いているということでありまして、で、v i d i a はあの、自前で工場を持たないファブレスということで、まあ半導体メーカーがあの i d i a のためにあの GPU 作ってくるわけなんですけれども、そのアジアでやっているわけですよね。で、そのアジアにおけるいわゆるチャンネルチェックによると、NVIDIA は今年の後半の生産のキャパを拡大していると。 いうことのようなんですね。ですから、今年の後半については少なくとも、現時点においては少なくとも後半について、予想を上回る業績が出てくるトレンドなんだということのようなんです。で、ただですね、注意が必要なのは、 皆さんもあのご覧になってきてると思うんですけれども、これまで。まあ、この手のですね、注目されている、えー、かつこう株価がこんな勢いで上がっているメ柄ガについてはですね、決算がいいのは当たり前で。予想を上回るのが当たり前になってますから、上回らないとマーケット、それ、容赦しないわけですよ。もう許さないと。で、株価がそれでプラパニッシュされて大きく売られるっていう展開が 起きるわけですで加えて決算がどんなに良かったとしても来期についてのガイダンスこれが予想を超えないと株価が上がらないということまあ一種のこうそういうゲームがあるわけですよねゲームのルールがありますよとまあ投資家のセンチメント対、まあ、マネジメントのガイ,ガイダンスとの戦いという風に言っていいんだと思うんですけどもまあそういった意味でえー まあですからですね、現時点では、まあ、生産増やしている勢いがあります。で、加えて、R、R&D、研究開発費についても、今まで以上の勢いで増やしている、まあ、彼らにとってもまだ成長局面であるということなので、まあ、株価が下がる理由っていうのが、なかなかこう見つからない。でただ、このチャートを見ると怖いんですけれども、ファンダメンタルズで見ると、 今お話をしたようなところ。で、加えて、NVIDIA のペグレシオっていうのがあります。ペグっていうのは、PEG ですね。これ、PE to Gross の略なんですけど、ペグレシオというのがありまして、これは何かというと、株価割ることの EPS ですから、PER。PER を EPS の成長率で割るんです PER EPS を、e、の成長率で割るんですそうすると NVIDIA の現在のペグレーションは1.17倍なんですでこれまでのところ私の記憶でいろんなその成長株を見てるとですねペグレーションって2倍とか3倍とかって普通にあるんですよところがここまで株価が上がっている NVIDIA の フェグレーションはまだ倍なんですねですからチャートで見ると怖い一方でバリュエーション的には高くないというのが今のところの NBTI になってます。ということもありこう毎日のようにこう株価があるという展開になってるんだと思います。でそうすると 持ってる私としてはどうしたらいいのと。持ってる僕としてはどうしたらいいんだっていうこう、質問が出てくるわけですよね。売りのタイミングいつですかで、ですからこれって、ね、正直申し上げて、今の段階で正確に正しく答えられる人っていないと思うんですよ。いや、下がると思いますって言ったって、それはどっかで下がると思うんですよ。でも まだそういう時じゃないのかなと思ってまして。で、それ下がる時っていつかというと、成長が止まる時成長が止まるという気配が出た時だと思うんですね。で、その時まだその時ではないというふうに思うわけです。ただ、投資家として何らかのアクションを取りたいということであれば、これは人によって違うと思うんですけど、その投資家の方が、 いつからその NVIDIA の株主であるか、いつ NVIDIA の株を買ったのか、いくらのコストで買ったのか、もう数年前に買ったということであればですね、やっぱり一番安心するのは、買った時に使った金額分の株価を売ってしまえば、投資をしたコストって回収するわけですよね。なので、 で、残った分についてはもう,うオプションになるわけですよ。ゼロコストのオプションになるわけですから、まあ、そういった意味でちょっと精神、それだけでも精神的な、精神的に楽になるんじゃないかと思うので、どうしてもやっぱりこう、怖いと思う方は、とりあえず買ったコスト分、儲かっているのであれば、それをお売りになるのはいかがでしょうか。で、あとは持つ。まあ、そうすると、まあ、あのー、ちょっとホッとするんじゃないかなというふうに思います。で、 えー、繰り返しウォーニングっていうかお話をするとまああのー、上がりすぎになったら当然やっぱりこうバリエーションが高くなった時にはこれはあのウォール・ストリートで今までこう NBDA で,で起きたことっての、ね、は NBDA の情報修正しか起きてないわけですよ。だからどこかで誰かが、ど誰かのアナリストが勇気を持って NBDA の格下げ、バリエーションが高いということを言う人が出てくるかもしれません。それがあったときには、これはもう個人の,あの判断なので、えー、いつ誰がそれやるか分からないわけです。そういうのが、もしもあった場合、そのとき一時的に株価っていうのは下がると思う。 それから、さっきお話をした通り、決算ミス、決算の時に期待を裏切るような発表があった時、その時は株価は大きく下がるということがあるかもしれませんが、 ただそれは多分短期的な話になったと思います。で短期的なぜかというと、やっぱ NVIDIA のグロースストーリーっていうのは今年だけじゃなくて、まあ、先ほど今年の後半は良さそうだということを申し上げましたが、来年についてもあの今のところ見通しは非常に明るそうなので、そういった意味では NVIDIA の成長っていうのはこれからも続くんだろうなと、少なくとも来年までいけるんだろうなということなので、NVIDIA が下がったら買いたいっていう人はいっぱいいると思うんで、調整があったとしてもそれは短期的な。 調整になるのではないかというふうに思っています。まあ NVIDIA はそんな感じでよろしいでしょうか。で、えー、NVIDIA 以外の AI のテーマ投資ということで、これあの、えー、っとですね、その生成 AI に対するニーズが高くて、その生成生成 AI のサービスをす提供するためにデータセンター っていうのが必要ですよということで、まあ、データセンターを作ることによって。恩恵を受ける銘柄として、以前にイートンというのを紹介しました。で、えっと、チャート出るかな、イーティエヌ。まあ、改めて、えっと、簡単にお話をするとですね、このイートンっていうのは、あの。電力絡みのところです。で、データセンターっていうのは非常にこう、あの、質の高い。 安定的なこう電力供給が必要だということで、えー、とこうデータセンターに電,電力が来てそれを何回もですねあとはあのそのサー,バーサーバーのキャビネット内の冷却で電力があのとても必要だとで安定的な電力を送らなきゃいけないとあとバックアップ電力も必要だというそういうことを行っているのがイートンなんですけど。で これまでの伝統的なこれまでのデータセンターって電力をそれほど消耗しなかったつかなかったということなんですねでこれはあの CPU の世界だったからで GPU って CPU の倍の電力を消費するらしいんですねでかつそのえっとほとんどのデータセンターっていうのは過去7年以内に建設されているということなのであの要は CPU 向けなんですよなのでこう いいいろんななな内部作り直さなきゃいけないと電力のサポートについても。で例えばエヌビ i アの GPUH100 と比べるとこれまでの、えー、今年発売される B100 っていうのは前の方と比べて43%多くの電力をが必要とされるということなので。えーまあ、電力 についてはとてとも大切でその大切な、えー、サポートをしているのがこのイートンということなので、えー、加えてですねあとあのリショワリング、えー、中国に工場があったのはアメリカに持ってくるっていうそういう動きが起きてますけれどもアメリカでも工場建設が増えており、えー、そこでも安定的な電力が必要ですよとあと一般的にアメリカはいろんなところでその環境保全のためにですね、えー、エレクトリフィケーションと言われてますけど電気化 ということが起きておりまして、まあ、それが投資の一つのテーマになっています。まあ、そういったあの流れに沿う銘柄で、えー、セクター的にはこれテクノロジーではなくて産業のセクターなんですが、まあ、産業のセクターの、あの、銘柄はですね、セクター的にはあんまりこれまで良くなかったんで、えー、そういった意味で、えちょっと、あの、出遅れ感があるセクターの銘柄だということなので、えー、まあ、IT と比べると、えー、まあ、割安感があるっていうか、 ちょっとと感があるところだとという,ふうに思ってますあとこの銘柄はあの過去25年以上増廃を行っているという銘柄なんでそういった意味でもポジティブだということです。で、まあ、今、電力の話をしました。で、そうするとですね、そもそもその電力に対する需要っていうのが高まっているという状況があります。でアメリカっていうのはですね あの経済はあの伸びている。一方で電力に対する需要というのは過去10年間増えなかった。らしいんですよ。過去10年間電力に対する需要増えなかった。それがですね。これから2030年に向けて電力需要っていうのは毎年2.4%増えていくという予想があります。で、これはなぜかというとデータセンターもちろん eb 社っていうのもあるんですけど、データセンター？ の電力ニーズっていうドライバーがすごく大きいんですよ。これはマッキンゼーの予想なんですけれども、えー、現在ですね、アメリカ全体の電力需要のうち4%がデー,タセンターからデータセンターから来るものらしいんですけれども、それが2030年になるとこの4%が8%になると。ですから経済の中でデータセンターが占める電力消費という意味で割合がこう上がってきますよと。 でそうするとじゃあ誰が電力を供給しているのかということなんですけどそこで出てくるのが、えー、あのユーティリティ電力会社になります。で基本的にこの電力会社っていうのは、まあ、日本でもそうだと思うんですけど、あのー、これまで需要が増えなかったわけですから決してこうグロース産業ではなかったわけですよ。 どちらかというと非常にディフェンシブディフェンシブっていうのはマーケットが暴落してもあんまり下がらないなぜならばっていうと配当金配当利回りが高いのでアメリカのユーティリティところが今お話をしたような成長ストーリーがあるということなのでこの業界のそのユーティリティの業界のダイナミックスが変わってくるだろうと今後ですね 長期にわたってということなので例えばなんですけれども個別銘柄のリスクを取らないということであればよいしょ。ETF でティッカーシンボルが XLU ユーティリティセレクト公共事業セレクトセクタースパイダーファンドっていう ETF があるんですけど。 これはです、ね、33のアメリカの公共事業の銘柄にをあの一つにまとめたパッケージした ETF なんですけどこれが公共事業をセレクトセクター指数に連動する ETF。 になってます33名が入ってますということなので、まあ、今お話をした長期的な、えー、投資のテーマにをプレイしたいということであれば個別銘柄のリスクを取らずこういったところいいんではないかなと思います。で現時点で配当利回りは3%を超えていますので、まあ、S&P500 の倍以上ありますしまああのー。 金利がこれから下がってくるということであればですね、まあ、その恩、OK、恵も受けるのではないかなというふうに思いますので、えー、皆さんのポートフォリオに加えられるのはいかがでしょうかと思っています。で、ちょっと途中なんですけど、えー、っと忘れる前にお話をすると、あのー、 これ皆さんのね、ポートフォリオがどういうふうになってるかっていうのは私はわ,私はわからないわけですよ。で、個別銘柄についてのご質問いただくんですけれども、あのー、それをお答えするにあたってですね、えー、っと、ベターなのは、例えば皆さんこういう銘柄を持っていて、その中でこれが気になるんだけれども、どう思われますかっていうご質問いただくとですね、私もこうビッグピクチャーが見えるので、で、もしもその後、 そうですね、あのここで買ったんだけどもっていうとだったらちょっと答え方も変わってくると思うんですよね。あのよりこうあの投資家さんの,その立場にとっての回答ができるのでそういうふうにあのご質問いただけるとあの私の方も回答がしやすいし、えー、多分あのヒットレーション高くなるのでぜひそんなふうにあのあの質問をですね投げかけていただけるとありがたいなと思っています。 えー、n v i d i a についていろんな質問をいただいているんですけど、まああのーはい、今お話をした感じでありますで次にアップルについてもあの私も気になるし結構質問をいただいているんですけれども、はい、先週、WWDC= 世界開発者会議っていうのが行われました。でここで,です、ね、彼らが研究している、えーまあ、毎年新しい技術であるとか、えー、製品についての発表があるわけなんですけれども。まあ、今回 えー、AI。iPhone にどういう AI 機能をつけるかっていう説明があったわけですよね。で、この日、発表の日は株価上がらなかったんですけれども、翌日から上昇しまして、まあ、これあの、アナリストがオーバーナイトで分析をした結果ということなんだと思うんですが、まあ、あの、その結果、この今回の発表っていうのは、 面白いですよね。発表されたその日って株価上がれなかったんですよ。もちろん下がったんですけど、実はよく見考えてみたらいい話なんだということで、えー、1週間、先週、アップル株は7.9%上がりました。で、1週間で、アップルが7.9%上がると,とても大きいんですよ。1週間で時価総額が2390億ドル増えたっていう計算、これ38兆円に相当します。爆弾な金額なんですけども。で、えー、先週、アップルの株価の上昇だけ。 上昇っていうのは、一週間の S&P500 の上昇率の3分の1がアップルのおかげだというぐらいパワフルなものでした。で、アップルについては、その、今株式市場のテーマになってます、AI については出遅れていると。あの、どちらかというとネガティブなパーセプションがあったんですね。アップルって AI やらないんだ。 私はそんなこと思ってなかったんですけどアップルって正確に言うと AI っていう単語を使わないで機械学習とかいうですねそういう言葉をつく使ってあの自分たちのやってることを説明してきたんですね。ですでにもう iPhone の中に AI 的な機能も入ってるわけなんですけれどもあの、まあ、AI っていう彼らね単語を使いたくないっていうのもあってなんかアップルって AI 興味ないんだなっていうのがあったようです。で これですね、日本であんまりあの、使われてないっていうか、あの、取り上げられてないというふうに思うんですけど、何かというと、これ実はあの、アップルのコマーシャルなんですよ。で、私、テレビを見ていって、アメリカの、で、その時に突然このコマーシャルが出てきていた、何のコマーシャルのかなって、最後の最後まで分かんなかったんです。これ結構長いんです。えっ、ー、と、YouTube 出てますから、興味ある方見ていただきたいんですが、最初前半ね、全く意味分かんないんです。で、最後分かったことは、で、あの、ロス、ザ・ロスト・ボイスっていうのがこのコマーシャルの名前なんですけど、 あの要は私はこうやって話をしてますよねでも世の中ってこうあの話せない方っていらっしゃるでアメリカってデータ調べてみたらいろんなあのシチュエーションでこうこ言葉があの声が出ない。 人が1割近くね、いるとかっていうデータ見たことあるんですね。で、いつもっていうわけじゃないんだけども、あの、それぐらい、こう、これ大変な問題なんですよと。で、アップルって前からお話をしてますけど、ヘルスケアの領域にすごく、あの、力を入れてます。で、これこっそり出てきてるんですが、何かというと、わかりやすく言うと、iPhone にアプリが、アプリっていうか、あの、あの、機能があって、私がこの文章を何回も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 読むんですよ。そうすると、えー、私の声が、 を真似してくれるようになるんです。ハッチの声が出るんです。だから、例えば、ハローって言うと、ハローって僕の、私の声で言ってくれるようになるんですね。で、実はこれって大変なことで、あのー、これをですね、病院とかに行ってやろうとしたら何百万単位のお金がかかるらしいんですよ。ね。それをアップルはすでにもうやっちゃってる。これ、去年の確か12月ぐらいかな。12月か11月ぐらいのコマーシャルなんですけど、やっていて、で、まあ、 実際にこう声が出せない人にとって非常にありがたいサービスなんですね。で、例えばどういうふうに使うかというと、スタバに行ってあのもう決まったこう文章入れと入れとく。例えばあの私あのえっとラテが欲しいというのを文章を取れいして入れてお店に行ってカウンターでボタンを押すと言ってくれる。本当は自分で言いたいんだけど言えないけど iPhone が言ってくれる。 そういうようなことをすでにやったりとか結構あの気の利いたことをやってるんですねで今回についてもこ,のこ,れ,これは前,の前からやってる、まあ、ですからこれもあのあの機械学習、まあ、講義の意味での AI の技術を使ったものなんですけど私がですね一番感動したのはこれでして何かというと実は今回の発表であの何かというとですねチャート出しておきますね電話かかってきました。 その時に頷くんですすすすよそうるると電話取れるって言うんです <laughs> わかりますで首横に振るから忘れましたけどジェスチャーで電話取るとかっていうことができるっていう非常に横着物の私にとっては素晴らしいことをやっていてそれ実は正直一番あの <laughs> 感動したんですけどはいそれで iPhone16 それから iOS の18っていうのが今年の9月に発表されることになります。 で、これ、毎年のあの、アップルのパターンなんですけれども、まあ、9月に新,あの新しい iPhone 出すということなんですが、で、こん、今回の発表で、iPhone の、えー、アップルの今後の業績の見通しがどうなるかっていうところなんですが、この iPhone の売上のトレンドってサイクルがあるわけですよ。で、ずっとこう安定的にこう買われるわけじゃなくて、こういう感じになるわけです。ただ、こういう感じなんですよね。で、えー、まあ、当たり前ですけど、iPhone 一旦買うと来年普通買いませんよと。 いうことで、まあ何年後に買い,替え買い替えるか。で、私の知ってる人はもう5年以上買い替えないという人もいるし、あんまり別に iPhone にお金を使いたくないという人もいるし、で、今回については iPhone に AI 機能が搭載,搭載されているということで、これをトリガーとして買い替えが起きる。iPhone のリプレイスメントサイクルが、リプレイスメントサイクルって言うんですけど、 それれが始ままるっていう,ふうに見られてますで現在 iPhone って世界で14億台使われているということなんですけれどもで今年の9月の iPhone16 そして来年の iPhone17 に対しての買いの需要が起きるだろうというふうに見られています。でちなみに前回この買い買い需要が起きたのは世の中が 4G から 5G にアップグレードされた。 その時2021年なんですけどもその時にアップルの iPhone の、えー、リプレイスメントサイクルがこう始まったということで、えー、その時にですねこれは期間が短いですが長いチャートがあればよいしょ2021年と言いましたねだからこの辺ですねこの辺です。 この時に、えー、っとあ正確に言うと2019年この辺りですねで、まあ、この時、あのー、コロナがあったんで株がボンと下がってるんですけど2019年のアップルの EPS は2ドル97セントだったんですで2020年には3ドル28セント前年比で10%の増益になりました で2021年には5ドル61セントということで71%の増益になったんですよ。ですから2021年に71%の増益が起きる前から株価は上昇に転じたということなので要はあの来年業績がいいから来年株価が買われるわけじゃないですよね皆さんのお分かりだと思いますけれどもでその前に買われ始める。 とということなのでもしも私が申し上げているとおり iPhone のリプレスメントサイクル買い替え需要が起きるということであればで業績が来年よくなるということであればその前から株価っていうのは上がり始めると思うので今の,そのリプレスメントサイクルのストーリーにやってみたいということであればあの今のうちからポジションを作っておかれた方がいいというふうに思います。 はい、そして、えーっと、テスラなんですけれども。 実はあの、えーとね、テスラについて、えー、今朝あの昔のことを思い出したんですけどテスラというとです、ね、私、昔日本の,あの大手証券で4年半ほど働いたことがあったんですけど、まあ、その時投資情報部というところにおりましてでそうしましまたらで社内向けにこうあのアメリカ株の投資情報を提供する仕事をやっていたんですけどもそうしましたらです、ね、2016年ぐらいだったと思うんですけどもですか8年くらい前ですよね関東のです、ね、そこの証券会社の支店の 管理職の方なんですが女性の方だったんですけどのリクエストで、まあ、当時はですね私は外に行って話をすることはあんまなかったんですけどお客様に話をしてもらいたいっていうリクエストがありましてそのセミナーはどこでやるかっていうとですね実は当時青山に港区の青山にテスラのショールームっていうのがありましてそのテスラのショールームに彼女の支店のお客さんを呼ぶのでそこで。 私に米株セミナーをやってってほしいいう依頼だったんで,すよでまあ粋な企画だったんですけどでその時私はそのアメリカ株の長期的な魅力の話をして、まあ、テスラもちょっと触れるっていう感じだったんですけど、まあ、そのショーヌルームのですね2階に20名ぐらいあの座れる席がありましてで、えー、そこでまあアメリカ株強気の、まあ、こんなような話をしあの差し上げたんですけど1時間ぐらいされたんですけどでその時テスラのショールームの,あのテスラの社員の方もですね私の話をじーっと聞いててうんうんってやってたんですけど。 ちょうどその時 S&P500 がです、ね、2000ポイントぐらいだったですねでそこから S&P500 は2.7倍上がってましてでその時テスラね調べてみたら15ドルぐらいだったと思うんですよですから、えー、と12倍ほど上がってるんですねでただテスラの株価って、えー、ピークで400ドルまで上がってますからセミナーやった時と比べると27倍こう上がってるんですよ で、多分、その時いらっしゃったテスラの社員の方々も、自分の会社の株がここまで上がるなんて思ってなかったと思うんですけど、まあ、あの、あれですね。 たまたまあの、テスラのことを話そうと思って今回色々とあの、調べてたら、この話を思い出しましてね、ちょっと今シェアさせていただいてるんですけど、まあ、あの、あれですよね、営業マンの方、すごく営業マンセンスがあって、営業マンシップがあって、えあえてテスラのショールームを選んだっていうね、これあの、すごいことだなと、えー、その、線形、線形性すごいなっていうのをあの、はい、今朝思い出したところでありました。まあ、残念ながら多分今となっては、非常にそれやるの難しいんじゃないかなと思うんですけど、まあそういう話、 で、したさっきお話した通り、最初に、マグニフィセントセブンと呼ばれる七銘柄の中で、唯一今年株価が下がっているのがテスラなわけですね。で、今、EB 市場って冬の時代に向かれてるわけで、まあ一休みの年なんですけれども、先週はイーロン・マスク CEO、560億ドルと、日本円でおよそ8兆円、8兆8000億円かな、という法外なこう報酬パッケージ。 について7割以上を超える株主からの承認が得られたということでまあ CO もやる気が出てきたという状況なんだろうなと思ってるんですけども来年が、えー、テスラにとって次の成長の年になるだろうというふうに見ておりましてテスラの 歴史をこうちょっと簡単に振り返ってみるとですねもともとモデル S とかモデル X っていうのを作りましたとでこれは10万ドル以上するわけですよですから今の為替で1600万円近くするわけですよねそういう車を作りましたとで一定のニーズがあったのでかまあ限られたニーズですよね誰でも誰でも買うるわけじゃないで爆発的に売れたわけですその限られたマーケットの中でただこれも2018年に売り上げピークをつけましたとでその後にモデル 安いモデル、モデル3、モデル Y とか作って生産したんですけど、で、その時には、これまでの生産コストを50%下げることができたということで、まあ、安く作ることができるようになったと。素晴らしいことになったわけなんですが、えー、残念ながら今は、その、変える、モデル3とかモデル Y を変える 消費者っていうのも買っってしまったで加えてその、まあ、今金利がアメリカまだ高いのでそういった意味ではあのー、やっぱり買える人が少ないなので何が必要かというと新しいバイヤーを新しいバイヤーこれはマスマーケットになるわけなんですけど誰でも買えるようにするためにはもう少し値段が安い車を世間に出してでそれをかつ大量生産しなければいけないと状況があるわけです。 で今まで以上にコストを下げる今までのコストを下げるために工場およびその生産体制をどうするかっていう話なんですけどテスラは去年の3月のインベスターデーで次世代のギガファクトリーのプラットフォームを作って。 作るとそこで低コストの EB 社を作るって発表したんですけどどうも最近の話をあの総合するとそうじゃなくて今ある既存のギガファクトリーを活用して低,も低コストのモデルを作ると安いモデルを作るということのようなんですね。で既存の生産のプラットフォームを活用するわけですから新しく工場を作,り作るよりもコストが安いわけですよね工場建設するにあたって。 であと資金も、あのー、いらないとそんなにいらないとセービングになるということでいい話なんだと思いますでこの価格帯の安い車生産いつするのかというタイミングについては来年の前半を生産開始する予定であるというのが現状の話になってますでじゃあどうやって今後テスラがその成長会社全体として加速していくかということなんですけどもやっぱキーワードは自動運転それから エネルギーのあとあの最近その市場が懸念していろいろとコメントが出ているところについて触れたいと思うんですけど、まあ、あのマーケットではイロン・マスクがです、ね、AI の研究について AI をそのテスラから XAI 自分が作った会社にこうシフトしようという話が出ていると。 でそういういう見方が報道されてるわけなんですけどもで、まあ、イまロン・マスクも彼自体そういうことをこうツイートしてるわけなんですねただその会社の説明によるとこれは会社の IR の方の話なんですけれども AI っていってもいろんな種類があるとでテスラでやろうとしている AI と XAI でやろうとしている AI っていうのはファンダメンタルズ的にもですね全然違う目的が違うって言ってるんですね。 例えばテスラの AI っていうのはもうリアルワールド我々が生活するえもうあの中で実際にその使う AI ですからまさにテスラの自動運転を可能にする FSD フルセルフドライビング自動運転の技術ですとかあとロボ,ロボットですねこれはイーロン・マスクが将来的に年間1兆ドルの売り上げを出すというあの言ってるどこかでオプティマス。 でそういうこう実世界で必要なものを実用化する実現化する作り上げるための AI がテスラの AI で一方で XAI というのはもっと幅広くサイエンティフィックなですね発見にフォーカスをしているとですから解決しようとしている問題も目的も違うと別物なんですよと。 いうことですから、そこで働く研究者についても、テスラで働きたい A. I. の専門家と。X. a I. で働きたい A. I. の専門家、人種が違うということも言ってます。ですから、まあ、マーケットの懸念、もう、イーロンマスクっていうのは、あの。A. I. テスラでやらないで、自分の会社でやろうとしてるという、こう、見方があってる。これはテスラと言って良くない、その、その通りなんですけど、実際はそうじゃないと、いうこと、のようです。 あとあのイーロン・マスクがちょっとわが,わがまま的にこう自分がテスラの株25%持たないとテスラで AI やる意味がないみたいなことを言ったわけなんですけどもまあ今回あの株主総会で彼の莫大な報酬パッケージが承認されたということでまあこの問題はなくなったのかなという感じになってます。あと最後に 8月8日にロボタクシーについて発表を行うという、あの、X、ツイートをやりました。で、えー、まあ、あの、もちろん、こう、内容出てないんで分からないんですけども、全容は、会社側のこれまでの情報によると、これも前から言ってる話なんですけれども、新しい話ではないんですが、このロボタクシーのビジネスっていうのは2つパートがありますと。で、まず、テスラの車をすでに持っている人に、の車に、まあ、アルバイトっていうか、お小遣い稼ぎをさせることができると。 お小遣いじゃないかもしれません。結構、ひょっとしたら、あの、結構なお金になるかもしれないんですが、要は、自分が持ってるテスラの車を自分が使わないときに、テスラのロボタクシーのネットワークに貸し出すと。家に帰ったらもう運転しないですよね。次の日の朝まで。あの、車で通勤されてる方は。そうすると、家に帰って使わないときに、その時間帯にテスラにその車を運用してもらうと。で、自動運転ですから、 別に自分が運転していく必要もなく多分スマホでコントロールすると自分でとことこ駐車場から出ていってあの出稼ぎに行ってくるわけですよ一晩ね。でタクシーやってきて稼いでくるということです。であのー これをやるにあたって、まあ、タクシーをやるにあたって、二つコストがあります。まずは運転手のコスト、それから燃料費なんですが、自動運転ですから人件費がいりませんと。あと燃料費についてもあの、あの、電気でやってますからコストが低いと。ガソリン車と比べるということなので、非常にこう安い低コストでタクシー事業を行うことができるということです。当然、あの、タクシー料金を下げることもできるので、そうすると利用する人も増えてくると。 とといいいうう、まあ、新しい流れが起きてくるということですですから、まあ、あの不動産でしたらアパートを建ててもしくは中古のアパートを買ってそこで賃貸するわけなんですよね家賃収入があり一方で銀行からお金を借りて借金するわけですからそのローンの支払いありますよとでその差が大家さんの収入になるわけなんですけど、まあ、テスラをね車を現金で買うのかローンで買うのか分かりませんけども本当にこのロボタクシーというえビジネスモデルが存在してえ実際に自分の車が稼げるということであればですね 自分の車を乗ってない時に貸すっていう方法もあればあの投資としてテスラの車を1台持ってもうずっとあの稼いでもらうというようなことが嘘みたいな話ですけどそういうようなことが現実に起きるかもしれないという話なわけです。で一方でえー、っと、あのー、もう一つはそのレンタカーの会社みたいなところが。 テスラのロボタクシー専用で車を大量に保有してそこがそのロボタクシーのオペレーションをやるとですからアメリカだとハーツとかエビスとかレンタル会社がありますけれどもそういったところが実際に運用を行うかもしれないと、まあ、テスラとしては実際にアセットを持たないアセットライトのビジネスモデル ということを、えーまあ、発表するんではないかということですね。でこれについて先週も、あのー、先週アークインベストのキャッシーウッドさん最近の調査で2029年のテスラの、えー、っと価値が2600ドルということでその2600ドルのうちに90%がこのロボ,ロボタクシーから来るこれがあの、あのー、テスラの価値。 のかなり部分を占めますよっていう見方をしているわけですよ。で、同じ頃一方でイーロン・マスクはえっと株主総会でオプティマスロボットの売り上げが将来的に1兆ドルに達すると。利益がですね。そうすると PR20、25倍ぐらいかけるとテスラの将来的な価値が25兆ドルになると。それって今の S&P500 のマーケットキャップの半分に相当するわけですよ。それが果たして本当に起きるかどうか分かりませんが、そういうような 夢をひょっとしたら叶えてくれるかもしれないという発表を8月まあこれあの今のはオプティマスはちょっと違いますけどロボタクシーの話はえと8月の8日にやる予定であるということですですからまあ皆さんがこれは当然リスクありますよあのあの保証されたものではありませんしかしながらもし皆さんが何十銘柄か株を持ちでいて 面白いなと思われるんであれば、その20銘柄の一つとして、こういう、あの、銘柄をお持ちになる。で、特に今のように株が、お話した通り、株は上がってないわけですよ。マグニフィセント7の中で一銘柄だけマイナスになってます、今年。なので、えー、そういう時に、あの、拾われておくというのは、 あの、よ、よいんじゃないかなと思います。で、世の中って大体こう新しいことが起きす、起きる、起きそうになると、こういうアイデアを言うと、そんなのできるわけないじゃないかと、反対する意見っていつも出るわけですよ。否定的な意見というのはね。で、また、その否定的な意見ほど、なんかもっともらしく聞こえるわけですよ。私がこういう話をするよりも以上に。なので、ただ、その人間の歴史を見ると、あの、最終的にはその不可能と思えるようなプロジェクトを一,人握一握りの人間が可能にしてきてるという歴史がありますので、まあ、必要なのは一人の、 強い意志を持ったチャレンジャー精神の人がですね不可能を可能にしてくるんじゃないかなというふうに思いますですから私はこれ「イフ」の話ではなくて「ウェン」の話なんだろうなというふうに思っていますはいえー、っとそうですよねそろそろうん質問いただいてまだ答えられてないのもあるんですけどえー、っとごめんなさい えとこれ、の前のデータで株価が上昇すると先物売りが増えるのは投機というより金融機関がヘッジ売りをり用しているのではないでしょうかということなんですけれどもあの私がお見せしたえーこの CFTC の先物 S&P500 の先物のデータというのはえとですねえノンコマーシャルというデータでありましてえとノンコマーシャルというのはコマーシャルというのはまずヘッジを目的した場合なんですよ。 でノンコマーシャルはヘッジではなくてスペキュレーション投機的な、えー、取引についてのデータということなのではいこれはあのヘッジではなくて投機というふうにマーケットとしては解釈しているデータをお見せしていますよいしょふと疑問に思ったのですが日本ではグロース市場に上場上場した後プライム上場を目指す企業が多いとは思いますがアメリカではナスダック にとどまる企業が多いように思いますと。ニューヨーク証券取引所に変更するメリットはあまりないのでしょうかということで、これちょっと誤解があります。まず日本は、えー、っと、グロースがあってプ,プライムってなってますけど、ナスダックとニューヨーク証券取引所はもう同格です。昔はナスダックが小さくてあったんですけど、いろんな会社がナスダックに上場する過程でだん,だん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 大きくなりまして、別にナスダックを卒業して NYSC に行くっていうわけではないんですよ。もうナスダックに上場する人は、 会社はもうナスダックに上場以上です。基本的にシフトしないです。なので、まあ、あのただ NYSE の方が世界ナンバーワンの市場であることは間違いないんですけど、はい、あのなんていうんですかね、ランあの地位が違うとかそういうのは全くないです。でえっとはいえっと、私が使ったデータで、ブルームバーグで2026年の EPS データが 見つかりませんでしたということなんですが、どこを調べたようですかこれちょっと、あの、どの、あの、ブルンバーグを見てらっしゃるかわからないんですけれども、実は私が使っているのは、まあ、証券会社でにいるということで、えー、プロ用のデータを使っています。これによると、2026年のよデータが出ますので、えっ、ー、と、そうでなければ、ひょっとしたら、あの、データが見れないのかもしれませんということでございます。はい。何時間でもやっちゃってください。ありがとうございます。あのー、これはですね、 あ笑ってるスタッフがいますけどアンケート毎回お答えいただくじゃないですかだそうするとですね大体8割の方がちょうどよくて10%が長いで10%が短いとおっしゃるんですよなので実はこの本当90分って申し上げてるんですけど100分やったり120分やったりそういうことがあるんですけどちょっとスタッフに大変申し訳ないなと思いつつまあ皆さんつまんないと思ったら消せばいいじゃないですかチャンネル変えればいいわけなんですけどあのただまあこうやってあの言っていただくのは本当ありが たく思います。ありがとうございます。ただ何時間もやっちゃれないので申し訳ないです。で、はい。 今後の予定なんですけれども、はい、こちらの方をスクリーンお願いします。えー、来週、木、えっ、ー、と、土曜日になりますね。6月29日土曜日、マネック証券全国投資セミナーで、えー、札幌に行きます。こういったスケジュールで、札幌の後は7月20日名古屋です。えー、そして9月28日は広島でございます。これをですね、1年間に、まあ、えっ、ー、と、札幌、東京、 名古屋大阪福岡は毎年必ず開催させていただくんですが、えー、一箇所ですね行ったことのない町をやろうということで、まあ、昨年は、えー、っと松山だったんですけれども四国で今回今年は広島で開催させていただくということで、まあ、来年はどこになるか多分まだ決まってないんだと思うんですがうちの町に来てくれっていう強い意見がありましたら是非ですね招き証券の方に、あのー、おっしゃっていただければ 数が多ければ多いほど反映されるんじゃないかなと思いますので。 はい。おっしゃってください。で、11月9日は福岡県でやらせていただきますということになっています。あとですね、えっと、これ、あの、外部のセミナーなんですけれども、資産運用エクスポセミナーというのがありまして、えっと、7月12日から14日やってるんですが、3日間、ビッグ東京のビッグサイトでですね、私はあの、7月13日土曜日に10時30分から11時20分、これ50分間ですね、今知りたい新興国の魅力ということで、新興国の話だけ50分やるイベントに、 であの、お話をさせていただきますので、えー、関東以アにお住まいで土曜日の朝お時間ある方、えー、もしよろしければぜひご参加ください、えーっと。申し込み方法とはこちらの方を検索していただくと出てくる、すぐ出てくると思います。あと、はい、えー、私のセミナー、来月は7月18日木曜日8時から、えー、90分の予定ということでございまして、伸びるかもしれませんが、はい、7月18日木曜日ということでございます。 はい、長くなってしまいましたが、皆さん、はい、今回もご清聴どうもありがとうございました。あと、あの、お話を、を途中で言いましたけれども、この銘柄どうもではなくて、自分はこれ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 、こういう銘柄を持っていて、こういう状況なんです。で、この銘柄は不安なんです。だからどう思いますかっていうふうな質問が理想的な質問だと思いますし、私も答えやすいので、質問ぜひされたい方はそういうふうにしていただければ、あのー、必ずお答えするように、あのー、頑張りますので、 よろしくお願いいたします。ということで、えー、っと、うん。皆さん、おやすみなさい。どうも、ご清聴ありがとうございました。失礼します。